サーバンプ、契約した主人からのみ血をもらい言うことを聞く下僕の吸血鬼。サーバンプはそれぞれが大罪を司る七人兄弟。怠惰、傲慢、嫉妬、憤怒、強欲、暴食、色欲。俺、白田真昼はある日黒猫を拾ったことからサーバンプたちの長男怠惰の黒と契約してしまった。そしてそこへ現れたのが七人のサーバンプと敵対する吸血鬼、憂鬱の椿。八番目の弟を自称する椿は黒たちに戦争を仕掛けて、いや戦争がどうとかは今回はどうでもいいんだけどな。全然戦わないし、血を吸うと強くなるとかいう設定も今回はほとんど関係ないしな。吸血鬼にもたまには休息が必要だ。にゃー、お前はいつも休息ばっかじゃねえか、ニート吸血鬼。ドラマ CD サーバンプ、吸血鬼だらけの冬休み。第1話、おいでませ白の湯温泉。おお、真昼の兄貴たち待ってたぜ。鉄、今日は世話になるな。あー寒い、早く温泉に入れてくれ。これが庶民の温泉旅館というものか。ジャパニーズ温泉お主らよく来たの。我が輩こそはこの温泉宿の守護吸血鬼、ヒューザ・ダークアルジャーノン三世じゃ。守護吸血鬼、今そういう設定で売ってんだ。吸血鬼が守る温泉宿ってことで。偉大な吸血鬼が住まう恐怖の館へようこそなのじゃ。逆に客が入らねえんじゃねえか。コウモリ姿で抱っこされてやってもよいぞ。宿泊客への特別サービスじゃ。棺桶と一緒に写真も撮れるサービスもあるぞ。それ需要あるのか。吸血鬼俺が浄化した。リヒタンのくしゃみが止まらなくなってきたんで、そろそろ中に入れてほしいんすけど。おお、悪い。ようこそ白の湯温泉へ。へえ、広い風呂だな。うちの宿自慢の大浴場だ。今日は貸し切りだからな、自由にしてくれていいぜ。貸し切りってことはどんだけ騒いでも怒られないって意味っすね。絶対違うからな、やめろよ。俺一番。ざけんな食い殻ネズミ。てめえが入ったら神聖なる湯が汚れる。リヒタンの天使パワーで浄化でも何でもしたらいいじゃないですか。あ、リヒトさんどうです。風呂には体を洗ってから入るんだぞ。ちょっほら聞いてんのか。体冷えた、早く温まりて。鉄、我が輩の頭を洗うのじゃ。ああ、ほらキュー、ちゃんと両手で目を押さえてろ、泡が入るぞ。うん、さあ、よいぞ、鉄。おいおい、貴様ら、この文明開化の世の中で手で両目を覆って守るなんて方法をまだ使っているのか。文明開化。うん、なんじゃチビスケ。貴様にチビだと言われる筋合いはない。目にシャンプーが入ったら痛いじゃろうが。そんな時のためにこれだ。それは出た、みそののシャンプーハット。これはシャンプーの時に泡が目に入るのを防いでくれるパーフェクトバブルガードだ。そんなかっこいい名前だっけ。みその命名です。これをこう装着して、はあ、これで泡など寄せつけない。下からの攻撃には弱いけどな。うるっ、目が。このバカ猫、僕に水をかけるなと何度言わせる気だ。あんた、それ似合うな。そうか。褒め言葉として受け取っておこう。いや、絶対褒め言葉じゃないと思う。ヒューもあのエレクトリカルモーニングスター借りるか。名前変わってる。すげえ攻撃力高そうな名前になってる。ダサいから嫌なのじゃ。ダサいとはなんだ、こんなに高性能なものを。おーい、真昼、そんな茶番はいいから背中でも流してくれ。お前は究極にマイペースだな。茶番だと。
生意気なバカ猫め。貴様なんかこうだ。どうだ、僕による冷水の威力は。冷て。にゃーにゃー。 なんだ猫、急に僕の足元転げ回るなって。何をする気だ。にゃー、まとわりつつだ。危ない、危ない。ああ、みその。にゃー、見たか、必殺かわいい猫踏んじゃったと思ったら転んじゃった攻撃。なんだその技。クロ、ミソノは子供なんですから、もう少し手加減をしてください。誰が子供だ。マヒルの兄貴、背中流す。ああ、ありがとう。テツ、テツ痛いって。力強すぎ。お、強かったか。頼むからもっとそーっとやってくれよ。そーっと。痛い、まだ痛い。ミソノ、こっち来て。ん、なんだ。鉄の背中をその手ぬぐいで精一杯こすって洗ってやってくれ。仕方ないな。おい千駄ヶ谷、僕の前に座れ。あ、鉄、どんな感じがする。撫でられてるみたいな感じがするな。そう、背中を流すってのはそのくらいでやるもんなんだからな。てっ、おい白田、力がないものの具体例として僕を使うな。おい、泡を飛ばすな、クズネズミ。え、ごめんす。てめえ、シャワーの湯がこっちにかかってんだよ。ああ、ごめんす、リヒタン。泡でよく見えなかったんすよ。立て、クズネズミ。てめえとはここで決着をつける。やるっすか。悪魔は全て浄化する。なぜなら俺は天使だから。カッコつけたところで全裸なんすけど。おい、お前も全裸だろ、ローレス。何やってんだ二人とも。まあまあ、温泉で喧嘩するなんて野暮だぜ。うん、なんすか温泉少年。二人とも俺が背中流してやるから仲良くしろって。ジャパンの温泉にはそんなサービスがあるのか。いや、俺は結構っす。人に体洗われるなんて好きじゃねえっす。まあまあ。おっと、強引な。痛っ、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 壊れる。背中壊れちゃうっす、バカ力。ああ、バカネズミ、背中洗うだけでそんな痛いわけねえだろ。大げさネズミめ。大げさじゃないっすよ。天使の兄貴も背中流すぜ。ああ、さすがだな、日本のおもてなしは。リヒターのバーカだから言ったんすよ。もっと優しくしろ。天使度の低いお前には見えないかもしれねえが、俺の背中には天使の羽があるんだ。羽？そうだ。なぜなら俺は天使だから。羽もげちゃったか。見えねえな。ないっすからね。湯船に浸かるのは僕が先だ。待て、天使の俺が先だ。皆さん、走ると危ないですよ。俺がもう先に入ってるぞ。いやー、いい湯だな。悪魔はカウントしねえ。リータンが風呂にダイブした。何やってんですか。いやー、波が。こんな大人数でお風呂というのはなんだか楽しいですね。
お前はいつもうちでサブクラスの子供たちと一緒に入っているじゃないか。家族と入るのとお友達と入るのとではやっぱり違いますよ。そうだな、俺もこんなにたくさんの友達と入るのは初めてだ。友達？マーナ、友達というのはまた別だな。友達の僕が来てやったんだ。もっと喜んでいいんだぞ、千駄ヶ谷。え、おう、喜んでるぜ。どうしたんですか、リヒトさん。さっきからキョロキョロして。ここにはお猿さんやクマさんはいないのか。はい。日本の温泉といえば動物たちと一緒に入るものだろう。ああ、それは結構山奥の人とかじゃないと。いないのか。まあまあリヒタン、猿みたいなやつならいるしいいじゃないですか。なんで俺を見てんだよ、誰が猿だ。あれ、よく言われないっすか、マヒル君。お猿みたいだって。おいローレス、てめえマヒルに向かってなんて失礼なこと言いやがる。え、クロ。人は本当のこと言われると傷つくんだぞ。本当のことじゃねえ。いや、お前も俺のこと猿に似てると思ってんのかよ。まあ昼はすぐ叩く。とにかくここには猿も熊もいません。そうか。待ってくれ、まあ昼の兄貴。え、鉄。客をがっかりさせるわけにはいかねえ。おい天使の兄貴、俺のことを熊だと思ってくれていいぜ。は、ちょ、鉄、何言って。そうか、なかなかサービスのいい宿だな。え、これ乗っかるんですか。おい、クマさん、お前はどこから来たんだ。ガオ。そうか、東の森からか。待って、リヒト、無理や。この温泉にはよく来るのか。ガオ、ガオ。そうか、なかなかいい湯か。野生で生きる疲れも取れるか。ガオ。なんか違うな。違ったか。それは違うでしょうよ。やべえ、やばい、洗いてーす。あんたら頭やべえじゃねえすか。悪いな、今度はちゃんと練習してクオリティ上げとくからね。クマの他にもトラとかライオンとかレパートリーもいくつか用意しとくぜ。何から突っ込めばいいか分かんないけど、とにかく鉄が強そうな動物が好きだってことだけは分かった。俺はウサギも好きだ。分かったピョン、練習しとくピョン。ウサギはピョンとは泣かないぞ鉄。この空間やばい、腹筋やばいっす。たく、どんだけ動物が好きなんだ天使ちゃんは。かわいい猫の俺で我慢しとけ、にゃーん。ああ、クロ、猫になるなって。あ、いや、まあ今日は貸し切りだからいいか。あ、はっ、猫が温泉に。おいクズネズミ、写真だ。いや無理っすよ、ここ風呂っすよ。あ、リヒトさん顔真っ赤になってきてますよ、大丈夫ですか。温泉というのは思ったより熱い。リヒタンってばのぼせてんじゃないすか。ルッセル、バカネズミ。いつもシャワーすからね。天使が見える、天使に囲まれている。ここは天界か。やはり俺は天使だった。ちょっとリヒトさん。天使ちゃん沈んでる。もう完全にのぼせてんじゃないですか。天使が見えるとかやべえな。しょうがないっすね。天使が俺を運んでくれてる。天使じゃないっす、俺っす。みんなのアイドルローレスちゃんっす。こんな頭悪そうな顔の天使もいるんだな、意外だ。放り投げるっすよ。ヒュー、じゃあ俺たちも10数えたら出るか。そうじゃな、10まで数えるのじゃ。ワーン
英語 A three, a four, a five, a six. おい、リリー、この浴衣というやつはどうやって着るんだ？そもそも服なのか？ただの布じゃないか。ほら、こんな感じでどうでしょう、ミサノ。私流にアレンジして着てみました。そんな北欧神話の神々みたいな服じゃない気がする。リリー、なんか神々しいな。ダメでしたか？なんだこの服、着方はこれで合ってるのか？こっちも神々しくなってる。ああ、浴衣の着方が分かんねえよな。とりあえず一人着せてみせるぜ。ジビ、ちょっと来て。ここに腕を通して、で、こっちが前で、こう。ちょっと丈が長いか。これでも子供用なんだけどな。僕が小さいんじゃない、この世界が大きすぎるんだ。指摘ですね。で、帯を結んで完成。おお、なかなかかっこいいじゃないか。どうだ、リリー。お似合いですよ。なるほど、これがジャパンの着物か。浴衣って言うんすよ、リヒタン。あ、そうだ、あと今夜泊まる部屋なんだけどよ、二人一部屋でいいか？え、そんなに部屋用意してくれたんだ。俺全員で雑魚寝かと思ったよ。俺は繊細だから、一人部屋じゃないと眠れない。何言ってんだか、リヒタン眠くなったらどこでもパタリじゃないすか。俺の視界に入るな。死ね。だいだ、死ね。だ、今すぐ死ね。危ないですって。今で死ね。ああ、クズネズミが。あったまったし、部屋戻って寝よーっと。おはようございます。おはようございます。ねえ、ベルキア、これちゃんと録画できてる？バッチリだよ、ツバキュン。今朝の5時です。怠惰の兄さんやら強欲の兄さんやらがこの温泉宿に泊まっていると聞きつけて、ベルキアと二人で来ちゃいました。来ちゃったよ。これから行うのは、じゃん、寝起きドッキリです。ヒュー、お泊まりの定番イベントだね。それじゃあ今から一部屋ずつ回っていこうと思います。手順は簡単。いきなり大声で起こして、直後にベルが剣で串刺しにする。あれ、これって剣が刺さったら成功、かわせたら成功、いいリアクションが取れたら成功じゃないの？ああ、そっか。寝起きの間抜け面を串刺しにしてやるよ。ツバキュン、合図はオッケーだよね。Good morning and go to hell って一気に串刺しにするよ。オッケーオッケー。さあ、ベルキア、気合い入れていこうか。僕は実は温泉に誘ってもらえなかったことを結構怒っているんだからね。まずは怠惰の兄さんと白田真昼の部屋からかな。どんなリアクションが見れるか楽しみ。どけ。お、お客か。悪いな、ぶつかっちまって。泊まる部屋探してたのか。あ、中学生のくせにやたら老けてるガキだ。なんだ、もう起きてるの？今なら一泊七キュッパから。ん？あんたら吸血鬼だったよな。吸血鬼には特別なプランがあんだ。へえ。この棺桶で寝れる吸血鬼専用特別プランだ。いらない。なんじゃ、もうまさか我が輩の深淵の眠りを妨げるもの、ニャンピとたりとも。ごめんな、ヒュー、客なんだ。あのね、そんな棺桶になんて入らないよ。僕は羽毛 100% のふかふかのお布団じゃなきゃ寝られない。まあまあ、遠慮しなくていいんだぜ。痛い！ちょっと！遠慮してるわけじゃないから、押し込まないで！つばくん、吸血鬼みたいだ！助けて！みんなで試しようっと。あっしゃ！
まあ、ゆっくりしてってくれ。あツバキュン、さっきの写真送ったら反響すっごいよ。悲願が待ち受けにしたって言ってるし。おとぎりが早速変なコラージュ写真送ってきたよ。あと昨夜から椿さんのご葬儀会場はこちらですかって来てるよ。ひどい、みんなひどい。ベルキア、棺桶の上に座ってるでしょ。開かないんだけど、出して。ねえ、ちょっと